渋江中西安政5年8月29日は、江戸時代末期の医師、交渉家、書士学者。名は、全然、陽名は常吉、字は、道順、または、古良、通称を、道順という。また、中西は豪であり、他にもいくつかの豪を使用していた。森王外が、渋江中西を書いたことにより、広く知られるようになった。1805年。 広崎藩の G 渋江院生と三人目の妻のとの子として、江戸の神田に生まれる。儒学を交渉家、一の明庵に学び、明庵の没後は、狩りや駅祭に学んだ。医学を伊沢蘭県から学び、儒者や医師たちとの交流を持ち、医学、哲学、芸術分野の作品を表した。津軽順章に仕えて、江戸に住む。 交渉家として東大並ぶ者なしと謳われ、韓国学の実証的研究に多大な功績を残した、特に、形跡法古史は、森立これとの協調だが優れたものである。蔵書家として知られ、その蔵書数は3万5千部と言われていたが、家人の金策や貸出資本の未返却、管理者の不注意などによりその多くが散逸した。百五十八年、これらに罹患しなくなった。 母書は、神田観王子。生涯で四人の妻を持ち、最後の妻である五百は、中西没後の渋江家を守り、明治十七年に没した。後世、森王貝が、歴史小説、渋江中西を発表し、一般にも広く知られた。王貝に、情報を提供したのは、中西の七男の渋江多摩である。森王貝の、渋江中西には、 4回結婚しその間に7男、7女を設けた記述がある。ありがとうございます。